はい、皆さん元気にしとうね。七蔵です。今回はデラックス DN ドライバーに付属したカードをデラックス DK ドライバーで読め込めるかどうか遊んでいきたいと思います。では早速行ってみましょう。はい、実際に遊んでみましたが、読み込めたのはこのバリアのカードと仮面ライダーカイザのカードだけでしたね。それぞれアタックライドと仮面ライドの音声が鳴るだけで、個別の音声が鳴るというわけではなかったですね。はい、まあ結果的には少し残念な結果になってしまったんですけれども、まあ基本的にこのディケイドライバーが、まあ、仕様としては当時品になるので仕方がないのかなという部分はちょっとありますね。ですがこれでなってくれたら楽しみ、遊びの幅も増えたんじゃないかなと思いました。はい、それでは今回の動画はここまで。後の動画でお会いいたしましょう。皆さんお体には気をつけないかんばい。それではまた、バイバーイ。この動画は七蔵が制作いたしました。ご視聴ありがとうございました。次の動画もお楽しみに。チャンネル登録もよろしくお願いします。